はい、ハンマー家の本家のハンマー岩先生です。フグのよく食べて、まあフグは毒はあるんでね、免許は必要なんですけれども、毒の検査用のリトマス試験紙ね、これはありますから、これでね調理して少しでも毒があったらリトマス試験紙でねつければすぐ色は変わりますから、分かるんですね。こういうのを必ずね、リトマス試験紙ね食べるときに見れると、揚げ物だったりするとちょっと測れませんけれどもね、煮物だとすぐ分かるわけですね。まあそんなことでね、そういうのがね普及すればいいんじゃないかなということで、でね、魚っていうのはね魚次第でね毒性作るも作らないも魚次第なんですよ。だからやられないように騙すということもしますからね、まあトラフグはね、トラフグの一般的に食べるものでも今度はね皮まで毒性が回すこともあるだろうしね、身の方にも回すことだってその魚次第なんですね。だから習ったって、まあ一時的なもんですね。また10年経つとこれは毒だというようなことになってることもあるんで、フグの免許っていうのはね当てにならないですね。ただ大事なんでね、フグの免許ってそんな甘いもんじゃないんで、いや簡単すぎるんですね、まだね。だから長い間フグの料理店をやってるとかね、そういうつながりがないところじゃないと新しくオープンしたって入らないですね、フグの店なんて。わかんないね全然ということですね。私はまだフグのねお店に入ったことないですよ。ということでね、新しくフグの免許取ったからってね日本料理屋やったって入らないですよ、代々やってないとね怖いんで、ということですね。どうもありがとうございました。